暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。今回は私の好きな聖人をちょっと紹介したいなというふうに思います。で、私も女性ですのでね、男性の聖人もたくさん好きな方あるんですけれども、今回は私たちに近い女性3名の聖人をご紹介したいと思います。一人がベルナデッタです。あまりにも有名ですけどね。で、それとカトリーヌ・ラブレー、そして聖女リタで、この方たちに共通するのは聖品、謙遜、忍耐、この3つの徳をもう本当に体の中に持たれてるんです。行いの中に、そしてお言葉の中に持たれてるんですね。で、その上にシスターですから、服従というか従順というか、もうどんな人の言葉にもそれに従っていくっていう風な、本当に信念といったらいいかしらね、そういう服従の気持ちをお持ちなわけなんです。で、それとあと一つ共通するのは、この方たちは亡くなった後も遺体が全く腐らなかったということなんですね。で、まあ、ベルナデッタにしてもカトリン・ラブレーにしても、いまだに遺体がそのまま皆さんがお目にかかれるようになっているわけなんですね。で、聖女リタっていう方はもう15世紀に亡くなられて、もう500年から経つんですけれども、それでもなんか200年間ぐらいはそのまま遺体が生きているかのようなお姿であって、さすがに今はちょっと黒ずんでミイラ化した部分もあるらしいですけれども、それでもまだ骨格は完全なままで、2000年にパパ様がヨハネ・パウロ2世がその遺体にお目にかかっている写真が残ってますけれども、そういうふうに3人ともそういう神様のお恵みといいますか、お摂理といいますか、遺体が腐らないということでもって私たちにその生性を示しているわけなんですね。ベルナデッタは私がなぜ好きかって言いますとね、ベルナデッタはすごく単純な人間であったって、その単純っていうのが神様に愛される単純なんですね。なんかあの方にマリア様が現れたっていうのでね、多くの人が疑って、そして調査委員会なんかで何回も何回も同じ質問を受けるんです。最後の調査委員会の時にその土地の司教様がいらして、で、司教様も列席の中でベルナデッタがマリア様がどういうふうな感じで現れたかっていうのをするんですね、動作を。で、その動作を見た時に司教様が、確かにマリア様を見たに違いないと、あれだけ同じね姿をずっと続けてできるはずはないという意味でおっしゃったらしいです。カトリーヌ・ラブレーをなぜ好きかって言いますと、彼女はマリア様をね、その目で見たのにもかかわらず、私はマリア様を見たんよ見たんよ、マリア様に選ばれたんよっていうようなことを言わずに、ずっと謙遜な人でありました。で、修道院では鶏小屋のシスターって呼ばれて、鶏の世話とか家畜の世話とか、あるいは農業とかで、晩年はそこに集められた方、貧しく、そしてお年召した方たちの介護をね、一生涯の仕事としてなさったっていうふうに記録では残っております。今日は特にこの聖女リタっていう人のことについておしゃべりしたいと思うんですけど、この方は14歳ぐらいで結婚しましてね、お二人のお子さんをお持ちになったわけです。ところがその夫はもう本当に酒飲みで暴力的で、静かな生活っていうのができないんですね。で、子供2人もそのお父さんがそういうものですから、リタいう方はすごい敬虔なカトリック信者ですけれども、子供2人もなんか素直にあんまり育たない。でもそれでもその方は夫に隠れながら信仰は一生懸命して、でも家事も一生懸命やるわけですよ。信仰するためには夫に文句言わせたらいけないのでね、家事も一生懸命やる、何もかも一生懸命その方はするんです。そうこうしているうちに夫が殺されてしまうんですね。その当時のイタリアでは、その方イタリアの方なんですけど、復讐をね誓って、そして復讐をするっていう、まあ江戸時代で言ったら日本でもなんか仇討ちみたいなことありましたよね。そんなんで息子2人をけしかける周囲の人たちがいる。
でその時にリタはもう一生懸命お祈りしたらしいです。神様にどうか復讐などしてね、大罪を犯さないようにって。でも大罪を犯すぐらいだったらもうね、この息子二人を天にあげてくださいって、もう死んでしまった方がいいっていうふうに思って、そういうふうに神様にお願いしたらしいんです。そしたら神様がそれを聞き取ってくださって、ペストが流行ってた時にその息子二人がペストにかかって亡くなられたんですね。それで、まあ、自由の身になられたわけですね。その方が、夫が、そのうるさかった夫が亡くなり、でもそこの悪かった息子二人が亡くなりして、それがね30代だったらしいですよ、未亡人になったのが。でまあ普通の感覚だったらやれやれって、これから自分に自由が来たって、もう自分も好きに生きましょうというふうになるんですけれども、その聖女リタはそんなことは思わないんですね。なんとか修道女になりたいって、そして夫の魂、子供たちの魂、そして自分のゆかりの人たちの魂のためにお祈りがしたいということで、修道院に入れてくださいっていうので近くの修道院へ行くんです。で1回目断られるんです。一応処女でなければいけないって、あなたはもう結婚してね、子供まで産んでるって、だから諦めてくださいって院長に言われるんですよ。でも諦めきれない、快速はそうか知らないですけれども、もう1回入れてくださいって2回目行くんです。2回目行っても断れる。で3回目また行くんですけど、それも断れる。で院長様は、あなたのためにお祈りします、だけどもう二度とここへ来ないでくださいって、そこまで言われるんですよね、院長様に。でもそれでも諦めきれずに神様に、なんとか私はシスターになりたいんです、お願いしますって言ってお祈りしてましたら、ある夜中にトントンと戸を叩く音がして、リタリタって言うて呼ぶんですって。そしたら表の戸を開けましたら、3人の聖人がね、男性の聖人がいらして、今から修道に行こうって、自分たちがこの夜道を付き添うからということで行かれるんですよ。そして固く閉まってたはずの修道院の、それを透明人間になったかなんか知らないですけれども入れるんですね。ほんで朝目が覚めて院長様が見たら、もうあんなに厳重な戸締まりをしてた中にそのリタがいるのでね、院長様も観念して、そしてまあ見習い修道女っていうことで入れられるんですよ。一番先にそのリタに命じた仕事っていうのが、修道院の敷地内に枯れたブドウの木があったんですね。でその枯れたブドウの木に毎朝毎晩水をやりなさいって。でそれというのも、この人が本当にね、長女の言うことに従ってちゃんと水やりをするかどうかっていうのを試したかったわけですね、院長様はね。それでその方は何の疑いもなしにその枯れたブドウの木に水やりをするんです。そしたら1年経ったら、なんとその枯れた木に黄緑のね芽がついたらしいです。そしたら瞬く間にその黄色い芽がね広がって、そしてブドウがなったらしいですね。でそのブドウの木は500年経った今もその修道院の敷地内にあって、それがもう生物みたいになってね、その葉っぱのこのちょっとしたね切れ端をもらって、それで奇跡が起こったり、そういうことになってるわけなんですね。でそのリタっていう方のその従順さっていうのをね、私も見習いたいと思いまして、うちに白式部のね枯れたのがあってね、で聖女リタに習って毎日毎日それお水やってたらね、なんとやっぱり芽が出たんですよ。だからそれはまあ植物学的に言ってどうのこうのって言って、そういうふうに言ったらね、もう面白くないのでね、私はやっぱりこれは一生懸命お祈りしてねしてたから、聖女リタに習ってやってたらこんななったのよって言って、でこの聖女リタっていう方はもう本当にこうイエス様が大好きでね、ほんでイエス様をこう見てましたら、十字架上のイエス様を見てましたら、もう涙が溢れてくるんですね。神様のお子様で生まれて、どんな王侯貴族の家に生まれられたのにね、あえて馬の中で生まれて、人間によってたかってこんな苦しめられてね、こんな死に方をしたかわいそうだと思って、イエス様ってどうか私にその痛みを分けてくださいっていうふうにお願いしましたらね、なんとイエス様の茨の冠のトゲがピューッと飛んできて、そのリタのこの額にピッと刺さったらしいですよ。で刺さって痛みと、それからその後
ずっとこう海が出てきてね、もう悪臭を放つようになったんです。あまりにも悪臭を放つから、こうちょっと独居のお部屋みたいなとこ入れられたんですね。一人部屋に入れられて、そこから出ないように言って、そこでお食事も何もされてたわけです。それに我慢して、これも全部神様のお摂理やってて、我慢してそこでもう一心不乱にお祈りをしてね、で夫子供のために頑張ってたわけなんですね。でもその方がローマにどうしても行きたいと思って、もう70歳ぐらいの時にローマに行く準備をするんですけれども、その時には神様がその悪臭をなくしてくださったらしいです。でその方は70過ぎまで生きられて、本当にイエス様と一緒にこの茨の冠の一ついただいて、イエス様と一緒に本当にお祈りに次ぐお祈りのあれしてましてね、亡くなられるんですよ。で私はこの3人の聖女に共通することでは、この方たち女性でしょ。星の王子様の著者の方が言ってるように、女性っていうのはやっぱり砂漠の中のオアシスでないといけないって。で砂漠の中のねオアシスのように、クメども月の愛情を皆さんに注ぎなさい、注いでいるっていうことを言うんですけれども、この3人の方たちは亡くなってもゆっくりしないで、本当にね生きて今苦しんでいる人たちのためにね、ずっとこの地上に残ってお祈りを捧げてくださってるんだなっていうふうに思うんです。この聖女リタのことの思う時に、私もまあ結婚して子供もあって、そして、夫は今健在ですけれども、ああそうかって、自分が望めばねシスターになって、そしてお祈りだけの生活、労働とお祈りの生活っていいますか、そういうものができるんだなっていうふうに、世の女性たちにね希望を与える人ではないかなっていうふうに思うんです。本当にねこの3人の方たちっていうのは、清貧謙遜忍耐そして従順、この4つの徳をね、もういつまでもいつまでも持ち続けなさいっていうことを自分たちの身をもって教えてくださったんじゃないかなっていうふうに思うわけなんです。望みなき者の保護者、聖リタ、我らのために祈りたまえ。聖リタの祈り。